どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日のロブロックスはプロスポーツ選手シリーズ第3弾ということで、今回は初心者バスケットボールプレイヤーからスリーポイントシュートの練習をいっぱいしてね、最終的にはプロのバスケットボール選手になれるバスケットボールシュミレーターというゲームやっていきたいと思います。プロスポーツ選手シリーズ好きな人、チャンネル登録と高評価もよろしく。やってまいりました。私の名前はノーワンジョーダンです。よろしくお願いします。ということでこのバスケを、おいいね、走ってるだけでなんかこんなにピョン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 できるんや。ここからスリーポイントシュートどうやって決めるんやろ。これ長押しして、あーなるほどここだ。ぜちょっとさすがにやる気がなさすぎない今のは。これ結構難しいな。ここに立てっていうことかな、これもしかして。ここに立ってシュートをしてみる。あーなるほどなるほど、最初やからもうこんな近くでしか俺シュートできないんだ。これであと1回シュート入れよみたいな書いてるから、ここに入れたらいいんかな。 OKOK、 アップグレード Your Power、 あなたの力を上げましょうと。他のアップグレード、私の名前はマイク・タイソンなので、しっかりとマイケル・ジョーダンか。パワーかスピード上げれると思います。これじゃあパワー上げていこうか。こういう系のシリーズもう大量にねお金が必要になってくると思うんですけど、もう今日は課金しないよ俺は。マイク・タイソンの力を思い知らせるために、なんか新しいスキンをゲットしてくださいって言ってたね。ダイヤモンド100個で買えるみたいやね。なんかバスケットボール、そういえばなんかみんな思い思いのバスケットボール持ってるなと思ってたんやけど、なんか地球があるんやけど、地球がなんか来た。なんで石ころが 15% な、めちゃめちゃレアやん。あーでもコイン効率はちょっと上がるって感じか。じゃあ今回はこの隕石を使ってシュートしていきたいと思います。あー全然入れないな。シュールすぎないこの絵。 なんかちょっとさ、俺身長伸びてない？なんかちょっとだけ。なんかこいつ地球投げてるし、羨ましい。そんなところから地球投げれるなんて。ちなみにこれなんなんやろこれ。あーテレポートか。これテレポートで別のワールド行けるって感じか。とりあえずちょっとお金貯まってきたんで、パワーをどんどん上げていこうと思います。スピードはねもっと速く走るだけなんで、走るぐらいね自分の足でゆっくり歩きたいと思うので、もうここにお金使うぐらいなら俺はもうパワーをどんどん上げていく。未来のマイケル・ジョーダンを目指して頑張っていきたいなと思います。ここら辺からシュートが入ると確かスリーポイント入るよね確か。俺あんまりねバスケットボール詳しくないんですけど、ここら辺から言えると2ポイントぐらいになるのかな。でここら辺からさ100発100中で言えられるならさ、プロのバスケットボール選手じゃない。ほらここの範囲からなら絶対決めれれますっていう、そういう自分のテリトリーみたいなの持ってるとめっちゃ強いと思うよね俺。幻のシックスマンノーワン。よし、じゃあコイン使ってパワーをどんどん上げながら、いやスピードマジで絶対いらない。現在70以上、100までいけないか。652か今残りが。別のステージも解放できるよねこれ、3万円で。さすがにこれスリーポイントシュート決めれるんじゃないか。これ来た。もうこれさ、これもうさ、ここかもうここからさ 100% の確率でゴールできるなら、もうこれさこの時点でプロじゃない。ちょっと有識者の皆さんどうなんですかね。これこれってすごいことなんかな。俺的にはすごいことやと思うんやけど、でもやっぱりプロとかになるとここら辺から決められないと、やっぱりその NBA とかはいけないんかな。あでもここも決めれるぞ。え嘘。え日本スーパーボール協会の皆さん、あこれ DM 待ってます。じゃあみんな3万円集めてきたので、ここをやっていきたいなと思います。ここ開けておこうか。 OK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 。 ここから、いやでもここから絶対届かないっしょさすがに。ここからとここからさ、あのゴールに入れる能力はささすがにいらなくない。なんなら、さらにパワーもアップしていきながら、いやちょっとパワーが全然足りねえ。てかコイン全然足りないぞこのゲーム。よし、じゃあ新しいステージでまたガチャガチャが解放されたみたいなんで、これ開けていこうか。 6% で太陽投げれるぞ。太陽太陽出てこい。うわーそれじゃないわ、こっちこっち取ってほしかった。これ何、バスケットボールの色違いだ。あーでもコイン効率はちょっと上がるってぐらいか。よし、じゃあお金ちょっと集めてきたんで、まあ集めたというか降り注いだというか、まあなんというか魔法の力と言いますかこれをどんどん上げていきたいなと思います。パワーを多分もっと上げないと話にもならないと思うよね。もう俺にボールパスしてくれたらもうこの時点で、いやこっからいけるかな。もうここら辺からゴール入れたられた。お来たもうこれコート上 100% の確率でさ、俺さこれスリーポイントシュート決めれるならさ、もうプロじゃないこれ。皆さん絶対に俺決めれます 100% ゴールもうこれゴールでいいじゃないか。なぜ俺はさらに遠くから言おうとする技術が欲しがってるんだ。この柱辺からは無理かな。結構レベル上げたけど、あいけちゃうんですこれが。ここからはどうだ、 いけるいけちゃうんですこれがもうちょっと待って、もうプロやん。ダメだ、100発100中で入る俺のシュート、もうこれ引く手あまたな気がする。年俸5億は硬いだろ。あ外したそろそろこれで解放していこうか、溜まったんで。
解放。お、なんかここでシュート練習してるやついる。君ももしかして年俸狙ってます？ここら辺から入るかな。さすがに無理か。いや、さすがに全然届かないね、ここら辺は。とんでもないとこに来たらしい俺は。ここは、あー、ボールか。シュートの台まで選べるんやこれって。じゃあちょっと買ってみようか。2000円で 6% 引けたら嬉しいですが、さすがに引けないかな。あ、普通の、あー、これかレッドのやつか。これもなんかいい感じのマットレスみたいなの来ないかな。これ、いや、なんか最初絶対うんちみたいなやつしか来ない。これちょっとそろそろランクアップしていかないと。力が全然足りないが、コインが全くない。あ、なんだ、ノーマンさんって言われた。動画待っても、ありがとう左右がガラ空きだぜ。俺のこのドリブルを避けれるかな。君も結構このゲームやり込んでるのか。君はここからシュートが打てるかい。また課金したんですかなんてこと言うんだ君は。まだだ。なんか俺イコール課金してるみたいなのやめてください。君そんなこと言ってるから、後ろ横がガラ空きだぜ俺のこのドリブルについてこれるかな君は。わかりました聞き分けが良すぎる聞き分けが良すぎる多分いい子に育つであろう君は。もう育っているのかもしれませんが、俺はまだ課金してないぜって言おうと思ったけど、してないとは言わないでおく俺は嘘はつけないから。君たちにかっこいい大人の男の人っていうのはやっぱちょっとミステリアスなところもあるので、やっぱその辺伏せていきたいなと思います。なんかみんな急にお金増えた。なんか多分バグやと思う。なんか急にお金増えました。5ミリは置いときたいから、新しい場所開放するのに。ここからならいけるかな。さっきいけなかったけどギリギリいけそう。おー、いけるいけるいける。もうね、入んだ、分かった、入ったの分かった。感覚でバスケね、上手い人かっこいいよな、バスケって。ここから入る、まさか、上手すぎる。じゃあちょっとこの次のアンロックしてみようか。さあ解放。これで俺のお金は全くなくなったけど、普通に街来たんやけど。街、うわ、ここでやってるやついた。やるね。ちょっとダイヤ余ってるし、なんか新しいのに変えていこうか。欲しいな。あ、なんかこれトレイルかな。これトレイルも購入していこう。ノーマルか。正直ノーマルいらないよな。またノーマル、もうやだこのゲームノーマルしか来ない。スキンでこれ3つノーマル重なると融合みたいにできるよね。これで結構強めの装備になるんじゃないか。かける 5? めっちゃいいやん。かける5は結構いいぞ。じゃあボールもちょっと変えていきたいなと思います。これは、あー、またノーマルですか。はいはい。結構来た？え、ネオン来た？来た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 。それならさ、もうこっちもさ、レジェンド欲しいんやけど、これ、インフィニティライン。6% の。あー、ノーマルね。まあさすがにそんな簡単には来ないか。は？これじゃない？え？来た？え？普通に来たんやけど。まあこれ6倍装着しながら、スキンもこれ6倍。完璧じゃないですか。かっこいいボール。超かっこいいんやけど。さあ、ここから入るか。さすがに入らないか。あー、さすがにここはちょっと、有名海外選手ぐらいの力がないと無理か。あれ？またバグかな？69ミリオンになんかコイン増えた。あれれれれ？おかしいな。ちょっとパワーを上げながら、このシティさすがにいけるかな。ちょっとしかレベル上げてないけど、さすがにいけたら嬉しい。あ、でもこれ入る気がする。これ入るんですよね。これが入っちゃうんですよ。じゃあ30ミリオン開けていきたいなと思います。ここで解放するとまた新しくね、このネオンボール以外も多分ゲットできるようになると思うので、しっかりとその辺を狙っていきたい。あ、でもこれ最終ステージだ。こっからは多分リボンしないといけないから、一回ゼロにレベルをしないといけないよね。ダイヤモンドを、1万使って、うわ、このボム欲しいけどな。8回しか引けないな。俺は引くぜ、8回でな。メタルはいらないかな。ちょっとこの辺欲しいから、メタル早めに引いて欲しいけど。え、来た、ボム 6%確実に引く男。ってことはあと6回引けるから、バイビングキャット、これゲットできるのか否かに全てかかっている。キャットのやつ欲しいよ。キャット、いや、それじゃないな、レッドフープだな、それは。次で頼むよ、頼む。次ラスト、ラスト来てくれ。来た。え、待って、みんな本当に俺持ってる爆弾を装備。さらにトレイルはもうこれレジェンドになってるので、ゴールも、なんかこれキャットってこれあれやんね、ミームのやつやね。なんかこうやって首かしげる猫のやつ。8倍コイン、美味しすぎたまる。絶対さすがに無理やと思うけど、爆弾投げてこう。あー、無理か、環境破壊しちゃう、危ない。ちょっと今持ってるお金をとりあえず全部力に変えていこうか。え、なんか普通の人間いるんやけど、このメタバースの世界に普通の人間いるんやけど、何これ。みんなこういうアバターやのにさ、普通の人間アバターいる。すげえ、こんなんもできるんや。うわ、これレベル1個上げるのにさ、8万ミリオンいるんやけど。よし、
あ、いいね。あ、猫いた。今なんか猫いた。あ、これか。新しくなったの。かわいいな、この猫。こいつらをすべてドリブルで避ける。シュピン、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 シュピン。シュピン。そしてここから、シュート決めていくと。完璧よ。で、ここからジャンプして、ここを入れる。え、てか、ジャンプで入れるの俺、初めて気づいたけど、俺。ジャンプしながら、ここ止めれる。すげえ。初めて知った、今。今、この段階で、最終段階に入って。ジャンプシュートがあるのが初めて知った。もうおそらく100万ミリオンもいくので、大量に私は経験値を、力が溢れ出してきて、待って、次41ミリオンいるのやばくない？さすがに。この王の場所から3ポイントシュートを決めていきたいと思います。3ポイントシュート、いや3ポイントシュート、入るか入らないのかい、どっちなんだい。入らないんかい。え、嘘やろ。え、まだいんのこれ。そう、俺全然普通にいける気やった今。ならこれで十分だろう。これでアップグレード、アップグレード、アップグレード、イグニッション OK。 ちょっと余ったけど、これで竜を討伐していきたいなと思います。ドラゴンの巣、なんでこんなバスケの世界観にさ、ドラゴンがいるわけ。ドラゴンとバスケってさ、相入れない2つの力じゃない。ここで真ん中から打っていこう。じゃあみんな、ということで、みんなこのボール入ったら高評価とチャンネル登録もよろしく。入れ、いける気がする、これは。うーん、ゴーゴーゴー。